ついにこの日がやってきた。目覚ましを5時に仕掛けたけど、寝坊した。検証レベル5だー。はい、天狗のうちわこと赤羽断線ゲットです。ということで軽く比較検証しました。特に比較したい場所もなかったから、モンドのワークから、縄文まで飛んでみます。こちらが、通常のジャンプですね。今回追加された便利アイテムは、継続時間30秒で、滑走速度 30% アップになります。現在は通常時なのでまあこんなもんでしょう。で、比較。これ効果時間30秒に対して、クールタイムが100秒もあります。しかも戦闘中は使えません。これ取るために、最速ならデイリーで運ゲーやるか、探索度全体で60いるのですが、なぜシビアにしたのか、ってくれい微妙な感じがしました。戦闘中使えないなら、マジでこの枠携帯料理とかでいい気がするのよね。個人差あるかもだけど。まあ、だいぶ早くなってますね。風取りの瓶は、ウェンティいるから100秒でもまだ許せるけど、こっち100秒はかなり長くない？というか、このクールタイムの設定的に、なんか似たような効果を持つキャラクターが出るんかな？まあ、他にも検証できるようなことがありそうですが、その辺は検証系 YouTuber がやってくれるかな？自分が気になったのは効果時間が30秒でクールタイムが100秒、戦闘中は使用不可、新キャラの伏線という3つのことでした。まあ、なんか調べてほしいことあったら、可能な範囲で調べます。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。